お元気ですか、ボクシミです。今日の夕飯は醤油味の乾麺でございます。私得意なね、麺料理でございます。キャベツとね、豚肉、もやし、長ネギを、強火でね、パンに変えたりですね。その後ちょっとね、臭み消しで日本酒を少し入れましたけどね、本当は豆板醤に火を飲んだりなかったので入れませんでした。今日かつは醤油のサイバーを入れていきたいと思います。はい、で、昨日もあった通り私とチャンネルが1600に達成しました。本当に皆様ありがとうございます。はい、じゃあね、またこの夕飯公演やプロ野球カード開封動画もね、上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、明日もね、朝か昼ぐらいにまたカップラーメンのね動画をね上げたいと思います。ね、ラーメンばっかりのね動画でね多分飽きると思いますけどね、ぜひご了承ください。すいません。で、明日の夕飯もね、ラーメンとかでやってね、また違うね夕飯動画出したいと思いますのでね、ご了承ください。すいませんでございます。まあ、久しぶりのね、麺料理でございますのでね、まあ頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。ごめんね、何の話をしてるのかってね、感じですけどね、じゃあとね一層、頑張っていきます。僕のね趣味チャンネルをよろしくお願いします。サブチャンネルはですね、僕の趣味チャンネルのおまけというところでやってますので、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございます。